よし、皆さん、ザ・グッザ・ナイトです。今日は特別なレビューがあるので、最初にはこのペスト石のパッチが来ました。パッチウォップスの会社から、上等のやつ。このマスクと同じ。いい感じですけど。皆さん、今日のレビューは、クライプレイステーションの、パック・ゼップ・オン・パネル 2.0。新しい版のパネルです。これは、JPC、SPC とかいろいろ暗いプレシジンのプレートキャリア用の、カバンです。ジッパーがあればパネルを、パウチを作れますよね。じゃこれのタイプは、一番新しいので、マテリアはデザインは確かに面白いと、よく言い考えたのことがいっぱいあるので、じゃあとりあえず前のガムは一番のは、このマジックテープはでかいのパッチをすぐにできます。開けると閉めるのため、やりやすいのために、この中にはちょっとなんとかマテリアルが入ってる、それよく捕まえるのためにありますので、開ける閉めるが簡単ですよね。この、パッチ、上の方は、このジッパーに開けると小さいのパウチがあります。それで、これ今はこれだけが使ってるので、バッテリーのケースが入ってます。それで使ってるのギアにすぐにバッテリー交換もできますよね。その次にはこれを切ったら、中身を、よく見てます。マジックテープ、この2つがあるので、それで締めるのために簡単にできるとか、パウチ開け、自動開けないの、間違い開けないのために、このボタンがあるとか、このジッパーもありますよね。最初に見るのはこのループので、小さいのものはすぐにクリップにできると、一番早い目にアクセスをできます。これでは、なんとか、その、キャメルバッグとか、いろいろの水袋に入れたら、で使いますよね。これは、ちょっといつものより短いですから、短いのタイプで3リットルか2リットルが入れると思います。まあ3リットルが持ってるけど、その普通の長いタイプとそれはやっぱりアウトでした。ちょっと足りないですよね。もともとこのまでとここまでが必要から、ちょっとアウトです。 それで新しいのを買わないとハイドレーションもできません。これ開けるの方はちょっと簡単ので、ボタンを開けて、ジッパーを開けて、と開けてみます。じゃちゃんと丸いのスタイル、このぐらいですよね。あんまりそんなに大きくないけど、確かに MRE1 つ2つぐらいに入れるとか、必要ものだけぐらいですよね。重いものは、そのままでプレートに乗せるは、確かにちょっと苦しいですから、前のプレートがちょっと上がるから、軽いのものがやっぱり一番いいですよね。そのままで。じゃあこのメッシュポーチ。メッシュがよく軽いとか使いやすい。水袋に入れたら、この一番奥のパウチ開けたら、よく入りますよね。とマジックテープで、そのままで締めるとかできます。それからもう2つ、ちょっと前の2つがあるので、この左と右のタイプですよね。それでオーガナゼーションがやりやすい。1つはこっちの方で、もう1つは反対の方であります。それで超使いやすい、何か簡単に取りやすいのものがこっちからできます。よし、とそれは大体メインパウチですよね。締めるもやりやすい。OK。じゃあそれから何かあるので、横の方は、ジッパーの隣は、この小さいのアイレットがあります。これはいろいろのブリーチングプールとか、無線の、なんだろうな、糸じゃなくてアンテナみたいのできます。いろいろですよね。もう一つは、ボルトカッターとかいろいろのブリーチングツールが必要になれば、この2つ開けたら、この後ろの方は、ちょっと
パウチがあります。すごく小さいのパウチ、それでブリーチャーとかいろいろすぐに必要使えるものをできますよね。これがよく小さいとクレートキャリアの乗せるの時にあまり開けないと使えるスペースが少ないから、確かにちょっと細いのやつがいいですよね。でもちゃんとパウチの方法でこんな感じです。その尻尾が見えるのやつはもしかしてボルトカッターとちょっとパウチのサイズより大きいからちょっと出るので簡単にできます。この尻尾の方から開けてそのままで中から取れますよね。ちょっとグレネード散布みたいので、誰かはパウチにグレネードに入れたらこの散布に横から守る、絶対死ぬけどその感じみたいですよね。それボルトカッターに使ってるの時にこれも出てるから中に入ります。それともしかしてもうちょっと長いのやつがあればこれももっともっと開けるんですよね。ちょっと本当に面白い、これもできるが超いいことと思います。これも開けるとそのままで全部出られるですよね。面白いですね。こんな感じです。まあそれとか SPC とか SPC の使うの時は僕と同じ SPC を使ったら SM サイズだけに大丈夫が書いてます。もっともっと大きいのはジッパーが足りないって SPC のは、それで SM のサイズで大丈夫です。他にはアウトみたいですよね。じゃあこれ戻すの時にそのままでまた下から押す。このマジックテープどこでもマジックテープですよね。これとかこれとか、それで くっついたらまた閉めると問題なし。アイレットもこの2つにあります。水がもし入ったらこれから出ますよね。とよく気になるのこともこれで閉める閉める。気になるのはこの下の方はマガジンパウチや2つがありますよね。これがちょっとだけ硬いから使ってるの時ベルトのメディックパウチとかいろいろあるので、これがプレートキャリアから閉めないですよね。これだけが持ったらよく見えますよね。これがちょっと硬いから閉めないと大丈夫、腰が大体大丈夫気づいてないと邪魔しないと大丈夫です。じゃあアタッチの方法はこれが早いの目に取れるのため、これの2つは JPC と同じのマテリアル、その肩のマテリアルのやつですよね。なんでそれが使ってるかわからないけど、確かにこの間違いないの不思議の感じるがあるから、あ、これもですよね、そのマテリアルです。これが使ったらマジックテープもプレートキャリアに載せてるから、これが長くに使うはこれも使うの方がいいと思いますよ。これとジッパーだけでも大丈夫です。じゃあタッチの方法は今日の椅子がちょっと助けるけどね、椅子によろしくお願いします。椅子にちょっとこれバーと、これで SPC の後ろの方で、これでこのナイロンのプレートバッグ、それはちょっと太陽とかみんなよく気になるのことからプレートが守ります。もうこれだけよりこれも使ったらプレートもちょっと守るですよね。でも大体そのためじゃなくて、これを使うの方はこの一番上の右と左のこの感じでよく見えないけど、今日はこのパウチ、袋、パックが使うのためにちょっと使います。そのままで反対側にそうこれで入れて、すごくやりやすいですよね。あまり何とか説明が必要ないみたい、すぐに誰でも分かるのやつですね。でも持ってないとこの感じが自分で
わからない、顔前にわからないからちょっと説明をします。このボトムを両方が締めて、カモン Do the thing! I command you! OK! それからマジックテープとマジックテープくっついて最初に大丈夫です。じゃあこれも使ったらこっちの方で使おう。ちょっと使いづらいからビデオのために今日、今がやらないけど後では絶対使います。マガジンバッチそのままでジッパーに締めたらこの感じですね。このジッパーとかこっちのは一番上からくっついて締めて、よし、閉じめるですね。この反対側にもやらないといけないさ。こっち、コモン。OK。じゃあそのままで、セッティングが、大丈夫ですよね。それ、マガジン。英語のバージョンは最初にやってたと。マグプルのマガジンが使ったのを絶対何でもかんでも捕まえるから、スタグナグの普通はアルミのマガジンで使ったら大丈夫かもしれないよね。じゃあこれでこっちに入れて、よいしょ、よし、一つ、もう一つこっちの方ですね。よいしょ、 OK。 じゃあカバーの準備 OK です。プレートゲリアはそれから、よいしょ、乗せる、ふい、おいや、 OK。 じゃあどうの感じでしょうか。じゃあこれを閉めて、いや、よいしょ、これでも閉めて OK。じゃあプリントキャリア OK ですよね。このマガジンパッチがこのすぐに取りやすいの横ですね。もうちょっと上がったら取らないよね。だいたい取れる欲しいのものは一番取りやすい。ここもちょっと取れる。でもそれからベルトに取らないといけない。でもこれがよくもうちょっと下から、確かに全部よく考えたからよく下にはもしタタタン、あ、マガジンない、なんかマガジンない、追加2つできます。その2個でこれのタブに取って、それからマガジンがすぐに取れます。確かにこっちにも取ったらすぐに使える。それでちゃんと忍者できますよね。銃が使ってないとマガジンが回りないけど意味ないけどな。でも確かにトイストーリーのバズライトギア、ライトギア、ちょっと見すぎるから、これを出たら、パチンとそれから1回で飛べる。嘘をけろ。絶対、飛ぶ見たら、ちょっと死ぬかもしれない。そのままで、マガジン2個追記、追記。取りやすいと、いい感じですよね。じゃあ、パックは絶対こんな感じで、ちょっとだけ、プレートより下がって、でも、ベルトに、使ったら全然問題ないです。ベルト使って、そのガップから、メディカルパウチとプレートキャリアくっついてないから、ちゃんと静かですごく嬉しいです。じゃあ皆さん、リビューはそのままで、ちょっと分かりやすいとやりやすいので、じゃ何か質問あればよろしくお願いします。でも大体こんな感じです。よし、じゃあ皆さん、よろしくお願いします。またすぐに一緒に騒ぎしよう。このコロナウイルスが終わったら騒ぎしたいな。じゃあ皆さんお疲れ様です。